皆さん、こんにちは。英語講師の平山誠です。えー、皆さん、元気ですか、まあ、ちょっと、ここで、皆さんに元気出してもらいたいんで、ちょっとなんか、歌っちゃおうかな。何しよっかな。えっ、ー、と、あ、クイーンの名曲、We Will Rock 歌っちゃおうかな。ね、いきますよ。We Will, We Will, t u c k よろしくお願いします。 調子ですよ。はい。で、えー、っとですね、えーここ、この動画ではですね、2021年の、えー、九州大学の英語の問題の第3問ね、の解説をしていきますが、その解説の前にですね、第3問はちょっと珍しい九題ではしょっちゅうあるわけじゃないんですが、 英文、英答をね、あの、英語に対して英語で答えるという問題で、まあ、例えばね、他の学校で言うと、長崎大学なんかではね、毎年必ず出るんですが、ま、球大ではちょいちょいこう出てきたりするんですね。なので一応対策をしとかなくちゃいけないだろうっていうことがあるんですが、でそのね、英文、英答のその答え方ね、について、まあ、よく聞かれる質問なんだけど、先生、英語で答えるとき、例えば、do you speak English? って言われたら、yes, I do とかね、no, I don't とは中学でやったし、それから、why? って聞かれたら、because で答えるのは、まあ、覚えてるんです。 だけど、他のやつね、他のハウって聞かれたり、フェンって聞かれたり、ホワッとって聞かれたらね、どうやって答えたらいいか、覚えてないんですが、っていう言い方、よくされるんですね。なんですが、あの、実はね、答え方をね、覚える必要は全くありません。ないんです。じゃあ、どうすればいいかっていうことで、ちょっと英文へとの答え方をね、言っておきます。例えばね、あの、ちょっと例文出しましたが、Who broke the window? と。誰が窓を割ったんだと。で、答えが、It's Tom. さあ、Tom だよと。っていうね、えー、ついついやってしまうんですが、 バツ。こんなの絶対ダメです。はい。で、なぜダメかっていうと、it's Tom. それはトムって言ってるんだけどね。it っていうのはまあ代名詞でさ、今まで出てきた単数の名称を指すわけですよね。そうすると、この文の中で単数の名詞って言ったら、まあ、ウィンドウですよね。なので、誰が窓を割ったんだその窓はトムだったんだ。トムが窓だったのか。トムコッパミジン。 じゃ、かわいそうなんでね。なので、そんな分になっちゃったらおかしいわけですから、まあ、これ、いつともみたいな適当な答え方しないでください。というわけで、結論。えー、英文英答の答え方なんですが、簡単です。実は、英文英答を答えるときは、疑問文を、もう一度繰り返す。それだけでいいんです。 あの、do you speak English って聞かれたときにね、まあ、あの、中学ではさ、yes, I do, no, I don't とかっ,ってね、覚えさせられたかもしれないけれども、do you speak English に対する一番丁寧な答え方は何ですか一番丁寧な。yes の場合。ね。do you speak English って聞かれて、一番丁寧なのは、I speak English なんですね。 否定だったらもちろん I don't speak English っていうふうにもう一回その文を繰り返しちゃえばいいんです。丁寧でなんか原点とかありえないからね。なのでもちろん Yes, I do とかっていう短縮の答えが自信あれば短縮すればいいけれどもそうじゃなければ文繰り返しちゃえばいいっていうことなんですね。例えばじゃあこれさっきのこの問題なんだけどね。Who b r o k e the window? これどう答えるかっていうことなんだけどまずはだからこの疑問文が大事でね。この疑問文をちゃんと文献取るわけ。そうするとさ、誰が窓を割ったんですか誰が 窓を割ったんですかっていう SVO ね。なので、これを繰り返して、トム、ブロック、ザ・ウィンドウ。これで正解なわけです。丁寧だから、なんか減点とかありえないからね。誰が割ったのトムが割ったんです。それでいいわけよね。で、自信があれば、例えばですよ、ザ・ウィンドウ2回目だから、じゃあこれを、イットにしようか、とかね。あるいは、そのブレイクザ・ウィンドウが2回目なんだから、これを、 大同士の did で言い換えられるってことに自信があれば tom did でいいわけよね。だけど、この tom did 自信なければ tom broke the wind を繰り返せばいいわけです。ということね。あるいはね、さっき言ったあの、あの、ホワイに対する答え方ね。ホワイに対しては because で答えるって覚えてるって言うんだけどさ。これね、ホワイ i d you cry? because I was sad. なぜ泣いたの悲しかったからっていう。これはもちろんどっちも正しいんだけれども、これ考えてみたらね、おかしいのはさ。because は、 接続詞なわけですよ。で、接続詞を使ったら本来前後かああれを後ろで、ね、必ず二つ分がなくちゃいけないわけね。because 一文ピリオドってことは本来ありえないです。だこれ j ムとかで絶対やめてよ。よく間違えるんだけど。I agree to the idea, period.because なんちゃらかんちゃらっていきなりね、because の後に一分しか置かないミスがすごくよくあるんだけど、because は接続詞なのでね、本来後ろに文一個だけで終わっちゃうことはありえません。なんだけど、この場合は OK。例外的にね。で、なぜ OK かっていうと、 私は悲しかったからって言ってんだけどさ、私は悲しかったから何なの泣いたんだよね。そんなこと分かりきってるから、本当はここにね。 I cried. もちろん、もともとのこの疑問文があったわけですね。悲しかったか、悲しかったから私は泣いたんですと。I cried because I was sad. であれば正しい文ですよね。なんで、でもこれが2回目だからこれを省略しちゃったっていうだけであって、別にこっから書いて何にも間違いじゃないわけです。だから結局、疑問文に対する答えっていうのは、疑問文をそのまま繰り返せば間違いないっていうことなので、まあ、あの自信がある、自信があればね、省略とか、短縮とか、あの代名詞を置き換えるとかすればいいけど、そうじゃなければね、とにかく全部文書いちゃう。 そしたら全然怖いことはありません。はい。ということをね、ちょっと頭に置いて、えー、実際に第3問の問題、ね、を、あちらのホワイトボードで解説していきます。 はい。それではね、え、第3問の問題なんですが、ま、まず先にね、あの、説問から見てみますが、おっとその前に、え、いつも言っていることなんですが、あの、長文の解説聞くときは、先に必ず解いてくださいね。解かないでみても、あんまり、あんまりとか、全く意味ないので、解いてもらいたいんですが、あの、今年のね、この、第3問ね、のはい、あの、時間なんですが、これ一番時間かかんない問題です。英文英答ってね、結局ね、 た、例えば単語で見分かんなくてもね、訳が出なくても、対応がそこだと思ったらそこを書いちゃえばいいわけだから、あの、簡単なんです、はっきり言って。点取り所なんですね。ですから、まあ、あの、他の問題とのバランスで言うと、この第3問については20分。20分目標です。 まあ、どうしてもちょっとかかっちゃったら25分まではギリギリセーフかなっていうぐらいで、何しろ、あの、第1問と第2問がすごく重かったんで、まあ、第3問については20分目標で解いてみてください。それからね、この動画をもう一回見てください。はい。というわけで、まあ、説問から見ていきます。え、全部英語で答えろとは言ってるんですが、まずキーワードで拾っていくと、1番は、what happened to? ミディアムズファミリーね。ミディアムズファミリーです。ミディアムさんっていうのは多分主人公なんだろうけど、この人の家族に何が起こったかっていうことです。で、これね、あの、答え方なんだけど、これ直訳、直訳というか、この疑問文のね、文型で言うと、what happened? 何が起こったかっていうことなんで、これが主語で、これが動詞なんですね。つまり、この主語の部分聞いてるんですね。だから、例えば、 一語で言えたらですよ。事故が起こったとかね。悲劇が起こったとかね。なんか、あ幸福な出来事が起こったとかっていうに、ね、一語でいけば、それでそのまま書いちゃえば、なんとかなんとかハプンドでいいんだけど、まあ大体これね、このホワットの部分、主語の部分長くなっちゃうので、これについては普通に文書いちゃえばいいです。えー、このホワットに当たる名詞が、一語の名詞があればいいけども、大体ないんでね。なので、これについてはそのまま、えー、その家族がどうなったかっていうことをね、文として書けばいいでしょう。だまあその家族をね、探しておいてください。 次、2番ね。えー、本文によると、ディスクライブボスルーサールラベルね。これですね。ルーサーとルラベルってやつね。こいつがまたまた重要な登場人物、人物かなわかんないけどね登場。登場者なんだろうけども、そいつをディスクライブ、描けと、ということなので、これについてはもう疑問詞も特にない、疑問文じゃないんですね。描けって言われてるから、描けばいいです。えー、ルーサー、イズ、なんちゃらかんちゃら、ルラベル、イズ、なんちゃらかんちゃらと書けばよいでしょうと。まあ、これ探しておきましょうね。 で、次に3番ですが、how. どうやって、ミディアム、えー、ミディアムゲットインボードでね、どうやって関わるようになったってことです。えー、さっきの重要な登場人物の、ミディアムと、それからルーサンドレラベル、両方出てきますね。ミディアムがルーサンドレラベルとどう関わるようになったか。まあ、これはね、またまたどう関わるようになったかっていうストーリーを言わなくちゃいけないので、これも結局ね、文を並べる感じになっちゃうと思います。それから4番なんですが、ホワイ、来ましたね。 なぜなので、まあ、because 使ってもいいし、もちろん本文繰り返しても OK ですよ。なぜ c u d ン n t m アン i ダプ adapt, l o ラ s e r and label ということで、またまた、m i l l i n と、えー、l o ー s e r t label のね、関係なんですが、それが、a d a p t できなかったんですね。a d a p t 大丈夫で、これ、a d a p t 重要単語なんだけど、特に、あの、間違いやすいのがこれだよね。adap っていうのは a d a p t とこの A D O P T のアダプトね、これはあのすごくなんか受験生覚えるの苦労するみたいなんだけど、これはね真面目に語形で覚えてくれたら簡単です。えどっちもこれアドがついてますね。アドっていうのはね10回言うとわかるんですが、アド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 とアット。これアットです。見えるかな？アットね前置詞のアットね場所を表すどこどこにっていう意味です。だからこれ D が落ちて A っていうのもね全部ねアットです。だからにっていう意味です。 で、えー、アプトっていうのは、これはもともと単語として、あの、アプトって単語存在するんですが、まあ、これは、あの、能力があるっていう意味ね。能力があるとは適しているっていう意味です。なので、えー、何かに対して、その能力があるようにさせる。何かに対して適させるっていうことです。だから、適用なんですね。適用させるっていうのが、アダプトですね。それに対して、こっちのね、アダプト、この OPT の方ですが、これを皆さん知ってる単語がありますね。オプトなんか知って、知らないオプトよいしょ。 オプションね。オプション知ってますね。オプション、あの選択肢のことオプションって言いますよね。で、このオプションっていう名詞の動詞形が実はオプトで、これ実はオプトっていう動詞今でも使えます。なので、このオプトは選ぶっていうことなんですね。選択肢から来てから選ぶね。ということは、何かに選ぶっていうことです。何かに選ぶってことね。っていうことは、何か政策とか提案があって、それを、うん今回のね、うちの我が社の新しい方針にしようみたいに何かに選ぶわけね。それは採用するってことでしょ。それから、 子供を選んで、何か自分の子供にするそれは養子に取るとかねっていう話なので、これも結局選んでるわけですね。だから、まあこのアダプト、この ADOP っていうのはアダプトについては、何かに対して選んでいくと、っていうふうに覚えておいてください。ということで、このミリアンっていう人が、このルーサールラベルをどうも養子にしたかったんだけど、できなかったみたいです。その理由を探せと、ということです。 ということでね、まあ、これ順番通りに出てくるかどうかわからないので、この4つ頭に入れてね、そのファミリーと、それからルーサンドラベルの描写と、それからどうやってかかるようになったか、で、なぜ養子にできなかったか、これを頭に入れて本部を探していきましょうと、ということです。はい、皆さん。動画視聴、お疲れライス。でも、こっからが勝負ですよ。 えー、動画をもう一回見直して見落としたところ聞き落としたところねそこをちゃんと確認するっていうこととさらに白文を用意して自分で今度はね解説をしてみてください自分で解説できて初めてその単元マスターとなりますからねここまで僕らが頑張りましたけどここからはあなたが頑張れ